ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、今日はなんだか暑そうね。最近、急に気温も高くなってきたから体が慣れてないんだよ。スマホも窓際に置きっぱなしじゃない。こんなところに置いてると爆発しちゃうわよ。今時のスマホなら直射日光くらい大丈夫そうだけどな。魔理沙もまだまだ甘いわね。いくらスマホが賢くなっても電池が内蔵されている製品は注意が必要よ。もちろん最近だと昔と比べればはるかに安全にはなっているんだけどね。せっかくだから今日は過去に世界中で大問題となったギャラクシーノート7爆発回収事件を解説していくわね。爆発回収事件、なんだか物騒な話題っぽいな。ちなみに、このチャンネルでは日常の気になること、歴史などをジャンル問わず紹介していくわ。気になる方はぜひチャンネル登録してね。よろしくなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。早速なんだけど今回は、2016年に販売されたギャラクシーノート7爆発回収事件を解説するわ。まず、はじめにギャラクシーとは一体どんなスマホなのかも簡単に話すわね。わかったんだぜ。ギャラクシーというのは韓国のサムスンが手掛けるスマホブランドで、欧米諸国では iPhone とギャラクシーで半数以上のシェアを誇っていることもあり、Android といえばギャラクシーというくらい代表的なブランドとなっているの。周りでも iPhone とギャラクシー、Xperia を使っている人が多い気がするな。確かにソニーの手掛ける Xperia も日本ではメジャーな機種になるわね。ギャラクシーは日本だと2010年10月から販売されたギャラクシー SC02B が最初期のモデルで、当時としては珍しい有機 EL ディスプレイや 16GB ROM を搭載するなど、初期の Android 端末では群を抜いてハイスペックな仕様になっていたの。それ以降はフラグシップモデルの S シリーズの他にも、日本向けの J、ミッドレンジの A シリーズなどの派生ブランドが展開されているわ。その中でも今回は大画面に専用のタッチペンを内蔵したノートシリーズの話題になるわね。ギャラクシーノートは S シリーズと並ぶハイスペック機となっていて、内蔵式の S ペンで手書き入力などを可能にした製品になるの。文字通りノートとして利用できるスマホという謳い文句で、日本を含め世界中で大ヒットしたスマホになるわ。今で言うと、iPad と Apple Pencil みたいなものだな。コンセプトで言うと近い存在になるわね。そんなギャラクシーノートシリーズでも今回の話題の中心となるのが、2016年に全世界で販売されたギャラクシーノート7になるわ。ギャラクシーノート7はどんな機種だったんだ？この機種自体はギャラクシー史上最高峰のスペックとして当時は発表されて、防水防塵や光彩認証、曲面ディスプレイや高速ワイヤレス充電、その他にも 3500mAh の大容量バッテリーや USB Type-C の採用など、当時考えられるものが全部詰め込まれた仕様となっていたの。さすがはハイスペック端末なんだぜ。特に 3500mAh のバッテリー搭載については、当時の平均的なスマホのバッテリー容量よりも 30% 近く大きいもので、ハイスペックかつ長寿命バッテリーという夢のような製品だったわね。スペックだけ見ると大ヒット間違いなしのスマホなんだぜ。もちろん、魔理沙の予想通り2016年8月に発売が開始されると、本体価格も9万円前後と高価な端末ながら世界中で爆発的な大ヒットを記録し、特にサムスンの本拠地でもある韓国では事前予約で40万台、販売初日の1時間で50万台以上が販売されたと言われているの。想像以上の人気ぶりなんだぜ。販売初日からの大反響もあり、サムスンは年末まで2200万台の販売予想を立てたそうよ。ただ、そんな大盛況の中に水を差す出来事が起きてしまったの。一体何が起こったんだ？アメリカを中心に世界各国で充電中の発火爆発が報告されたの。固体不良や使用環境での事故ではなさそうだな。そうね、発売から約半月経った9月上旬の報告によると、70台以上の本体発火が確認されたそうよ。何が原因で発火したんだ？一部のバッテリーが設計上のミスで不具合が起きたとされていて、ギャラクシーノート7のバッテリーは2社が製造を担当し、その中のサムスン製のバッテリーを搭載した機種が発火する可能性があると、当時はサムスンが公式にアナウンスしたの。相次ぐ発火爆発を重く受け止めたサムスンは、ギャラクシーノート7の販売された全250万台の回収と販売休止の措置を取ったの。回収されたユーザーにはどんな対応がされたんだ？国によって対応に差はあるのだけれど、回収済みのギャラクシーノート7への無償交換、ギャラクシー S7 への交換という対応だったそうよ。
同じ機種に交換をしたユーザーはどのくらいいたんだろうな。確かに、これだけの不具合が出た機種だから修繕済みでも怖いわよね。それから、日本も含めた世界中の航空会社についても、ギャラクシーノート7を名指ししての持ち込みを禁止する措置を取られたの。フライト中に爆発でもしたら大事故につながるから当然の措置なんだぜ。ところでギャラクシーノート7は日本で販売はされなかったのか？もちろん日本での販売も予定されていて、当時は日本語版のホームページも公開されていたのと、ドコモから SC01J、au からは SCV34 という型番で発売される予定だったと言われているわ。発売される前に事前に取り扱いがキャンセルされたんだな。ドコモ、au からは発売するとも一切アナウンスはされてなかったのだけど、SC01J、SCV34 という型番が不自然に抜け落ちてることから、ギャラクシーノート7に振られた型番というのは容易に想像つくわよね。どちらにしても、日本では大きな被害はなさそうで安心なんだぜ。でも、回収や販売休止された海外は騒動の後はどうなったんだ？一応サムスンが安全だと確認や検証をした上で同年9月に中国で販売が開始されたの。9月って販売休止したのと同じ月じゃないのか？それにどうして中国から販売開始されたんだ？もともと中国は他の国より遅れての販売が告知されていたことから、中国ではサムスン製バッテリーではなく他社製バッテリーを搭載し販売したの。さすがに原因のバッテリーが変わったから事故は起きなさそうだな。ところが安全性を確認したとされた中国版でも発火が多発したの。どうして原因のバッテリーを変えたのに発火したんだ？後に公開された情報によるとバッテリーを製造した2社それぞれ異なった理由が原因とされて、A 社のバッテリーは高容量のバッテリーを小さいケースに収めたことにより、絶縁シートが変形したために発熱と発火につながったとされているの。大容量バッテリーを無理に小型化したことが原因なんだな。B 社はバッテリーの接点の取り付け不良と絶縁シートの組み込み漏れにより、バッテリーがショートしてしまい発火したと報告されているわ。B 社の方はメーカーが検証さえすれば防げたかもしれないな。ちなみに A 社、B 社の名前は公表されていないことから、どちらかがサムスン製バッテリーを指してると思われるわ。結局はどちらのバッテリーも発火の危険性があることから、サムスンはギャラクシーノート7の再販を諦め、販売済みのものも含め全体の回収を進めることに決定したの。でもすでに買った人の中には返却したくないって人も出てくるんじゃないか？確かに一部のユーザーは返却を拒否することも想定されたため、バッテリーを 60% までしか充電できないように強制アップデートが配信されて、発熱発火のリスクを最小限に封じ込めたのと、実質的に利用が困難になったことでの自主的返却を推し進めたの。確かに 60% しかバッテリーがないとまともに使えなさそうだな。結果的にサムスンは製造した9割以上の430万台を回収したとされているわ。430万台のスマホが廃棄されてしまうと考えると恐ろしいんだぜ。確かに、すごくもったいないことではあるのだけれど、単純に埋め立てたり、焼却という処分方法はされてはいなくて、レアメタルやカメラなどは分解して再利用されたのと、一部はスペックやバッテリー容量を引き下げて、2017年7月に一部の国でギャラクシーノート FE として再販売されたの。でも一度は発火のレッテルがついたものを買うのは怖いんだぜ。確かに一般のユーザーからすると不安は残るわよね。ただ、この機種に限って言えば発火などの不具合は一切なく、結果的には無理に小型化したバッテリーが発火原因だと裏付けるものにもなったの。バッテリーを使った機器は小さい方が便利だけど、無理に小型化するのも考えものなんだぜ。ということでギャラクシーノート7の爆発回収事件の話題は以上になるわ。まさか大手メーカーのスマホでもこんな事件があったなんて驚いたんだぜ。確かに大手だからって安心しちゃうところはあるかもしれないわね。今回みたいな事故は滅多には起きないと思うのだけれど、これから暑くなる季節だからこそスマホの置き場所には注意が必要になるわね。みんなもスマホに限らずバッテリーの取り扱いには気をつけてくれよな。それから動画のリクエストもコメントで募集してるわ。この動画の評価やチャンネル登録もよろしくね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。